あ、出た。パトロールモード。あ、なんだっけこれ。何すればいいんだっけ。それ。わかんない。パトロール。なんだっけ。何すればいいんですかね。パトロールゾーンをダッシュして防衛せよ。あ、あれだ。あの、なんだっけ。キルコンファームとじゃなくて、なんか似たようなモードがあったしな。ハードポイント。それ。ハードポイントっぽい何か。ハードポイントっぽい何か。リードしてる。入れよ。お周りのいないか。入ろう。あ、でそうこれ移動していくんだよ。いで。移動していく、移動していくって本当に移動してんじゃん。そうそうそう、そう、そういう意味での。面白い。移動するんだよ。マジかよ。パトロールゾーンを確保した。何シュールだ。うん、別に嘘ついてないでしょ。移動してるでしょ。まあ移動してるな。敵がパトロールゾーンを奪った。タイムっていうスコアがあるな。ああ、入ってる時間ってことかね。かな。難しいこといっぱいだわ。リッチで俺スタックしたんだけど、殺してくれ。え、動けねえ。まこと、グレで自爆したわ。ちょっと疑惑のリスポーンがあったな今。めちゃくちゃ疑惑のリスポーン。ちょっとリスした瞬間目の前に敵が見えてるのは疑惑だな。投げ物強い。え、これどういう風に移動していくんだこれ。謎い。謎いな。スターン飛んでくるけど。新たな位置情報を報告可能。スターン危ね。まあちょっとパトロールなんて名前ついてるけど、実際エリアが移動するようになった。おう、ハードポイントなんです。ね、でもこれだったらなんか結構動かなきゃいけないから。まあそうだね。なんか同じところでなんか投げ物ばっかり飛んできてタコ殴りされるとか、そういうことは減りそうだよね。ね。でもこういうのって大体人少なくなってくんだよな。だからもはやこのモードをキルコンって名前、キルコンじゃない、あのハードポイントって名前にするのが、ね、あると。そうしてほしい。そうすれば、ああ死んだ。あ、これ今勝ってんのか。なんか勝敗もよくわかんないな。ね、取れば取るほど味方陣地にどんどん寄っていくとか、そういうもんでもないんだね。ね。敵がパトロールゾーンを奪った。おお、スタンで死んだ。珍しい。あぶね。ゲッツ。Help me。いや、ちょっと無理。いや、あ、何これ？血デスより隙まであるのこれ。いや、ちょっとそれは思った。ね、なんかあんまりデス数を気にしなくて。それ。血デスの時代終わりつつある、もしかして。血より。だって、極論血デス動かなきゃいいんだよ。せやな。待ってればいいし、勝てるんだよ、絶対。せやな。ド極論だけど、せやな。こういうゲームだから嫌いなんだよ、チーデスは。こういう無理やり動かしてくれるモード、本当にいいと思うんだ。あの、その無理やり動かさせて敵と戦わせるっていう、その運営のね、努力は COD ゴーストの頃から実はあって。あ、マジで。あの COD、まあちょっといろいろ失敗に終わってんだけど、COD ゴーストの場合はね、クランクドだっけな、うん、クランクドってモードが初めてそこで生まれて、はい、その常に動き続けて、動き続けながらも、あの自分に与えられたカウントダウンがあの終了するまで、まあ、だから40秒カウントとかが起きて、
はい、でみんな足のスピードめちゃくちゃ速いんだよね。でそのカウントがゼロになる前に敵を見つけて敵を倒すと。でそれを倒したらカウントがまた元に戻る。でもしも0秒になるまで敵を見つけてキル取れなかった場合は自爆するんです、うん、なんだそれ。だからあのキル取らないとね爆発するんですよ。あなたはそういうモードがあった。だからちょっと流行らなかったね、あの、まあ、極端すぎて。かなり極端だ、うん、このモードは割と考えられてると思う、うん、よし。あらら、だ見る場所が多くて忙しいな。ね、いや楽しいよ。始まったか COD。 楽しい。CODV 始まってしまったが、あとはこれあのクイックプレイじゃない選択肢としても用意してほしいんだけどな。あね、プレイリストがね。そうプレイリストが欲しいんだ。あミサイル飛んでくる。危ねえ。どっから。うわあなたかい。これデス数出ないんだねスコアボード。ね、出ないね。どっちかというとタイムの貢献度。あの我々は貢献してるんだけどさ、仲間貢献しなさすぎる。多分分かってないでしょ。いや分かるでしょ、輪っこで書いてあるんだよダッシュって。まあまあね、キルするモードではないんだよな。やっぱりまだみんなねチーデスに飢えてるところがあるんだよ、どことなく。そういうモードじゃねえって言ってんのに。身動きできない、身動きできない、身動きできない。アクション。パトロールゾーンで衝突が起きた。リスポンもそこそこ遠方に絞られるんだよな。なんかマップの外周をずっとぐるぐる回ってる感じだね。だね。これ盾とか実装されたらやばいな。いやしないでほしいなそこは、ね、お願いだから。時間経つと種実装しがち、種実装しがちだから。時間経ったら時代背景無視して面白武器とか実装しがちだから。それマルチプレイをゾンビモードか何かだと勘違いし始めるんだよな。ゾンビモードか何か。近未来なら何でもありだよぶっちゃけ。まあこの時代ではな、まあ、エピック武器だからといって股間に弾が当たるとヘッドショット倍率と同じダメージになるとかちょっと論外だけど。IW のヤクザって武器です。いやそうそうそう。忘れないわ。あとマンモスか。マンモス、あの何口径だかもはやわからない。やばいよな砲丸いる。あれ私は大砲用光景でしょあれ。私は大砲よ。COD の大会やった時に全員それで問題になったみたいな。マンモスしかいねえみたいな。それはもうやってる側も選択肢がなくなるし見てる側もつまんねえだろうな。ね。うわあクソ。ちょっと巻き返されはしないだろうけど取りたい取りたい。ハードポイントと圧倒的に違うところはあのエリア式じゃない、エリア式じゃないから急に場所が変わることはないっていうところだよね。それね。やばいな後ろにいるな。おおバズーカ持ってる。あ進行方向は矢印で出るんだ。いやーちょっとまずいな。なんか無駄にリスチが遠いんだけど、トラントやばい。追いつかれる。めっちゃ遠い。場所による有利不利があるのかもわからんな。うん、あやばい逆転される。
これ本当に取った。パトロールゾーンを確保した。これ入ってる人数でポイント変わってんだからよくわからんけど。ああ、グレグレじゃ。よっしゃー、勝った。ああ、勝った。よく戦い、よく稼いだ。タイムの貢献度の違いよ。ちょっとこれ貢献度出るのちょっとね、揉め事が起きちゃうな。揉め事。なんだよ2って。2入る気ないだろ。ね。